皆さんこんにちは、サイエンスエンターテイナーの五十嵐美希です。今このテーブルクロスをピッと勢いよく引きました。でこのペットボトルが、アナヒコです。アナヒコことペットボトルが倒れるかと思いきや、その場にとどまり続けてこのように立ったままになりました。私が天才なのかな。いえ違います。実はここにも科学が隠されています。今日はそれにまつわる実験をしていきましょう。それではレッツサイエンス。こんな装置を用意してみました。アナヒコがいますね。アナヒコにはこのように左右に動く車のおもちゃの上に乗ってもらっております。はい、こんな感じで動きます。そしてこれも動きます。ではここで皆さんにクイズです。この黒い台車を右側に動かした時、アナヒコはどうなるでしょうか。1番、台車と一緒に右に動く。2番、台車の反対に動く。3番、その場にとどまる。4番、アナヒコが高速スピン。では実際にやってみましょう。さあ今下の台車は動いたのに、アナヒコはその場にとどまり続けました。とっても不思議ですよね。なんかアナヒコも動きそうですよね。でもとどまり続けます。このように質量、つまり重さがある物体は止まっている状態ならば、そのままとどまり続けようとする性質があります。先ほどのテーブルクロス引きでペットボトルが倒れなかったのもこれと同じ原理なんです。テーブルクロスが動いてもペットボトルには質量がありますよね。そして止まっている状態でした。とどまり続けようとするので、テーブルクロス引きが動いてもペットボトルはその場にとどまったということなんです。大将やってる？はい、もう一つ同じ原理でこんな実験をしてみたいと思います。ここに同じ大きさ同じ重さのカードが2枚あります。そして同じ長さの切れやすい紙テープが上下につながっています。下のテープを掴んで早く引っ張ってみます。いきます、せーの。そうすると下のテープが切れて、アナヒコくんは落ちずに済みましたね。続いて同じように下のテープを掴んでゆっくり引っ張ってみます。いきます、結構ゆっくり。はい、上のテープが切れて、アナヒコくんが残念な状態になりました。ゆっくりとじわじわ引っ張った時は、上の紙にアナヒコのこのカードの重さと引く力が加わって、下の紙よりも上の紙の方に大きな力がかかるので、上の紙が切れました。逆に早く引っ張った時は、アナヒコがその場にとどまり続けようとするので、引っ張った力がそのまま上の紙には伝わらないので、下の紙の方が切れました。ではこれまでのことを踏まえて、次の実験はどうなるか考えてみてください。次はこの下の台車とこの上のアナヒコが乗っている車、同じ速さでこういう感じで動かします。そこから急に下の台車だけ止まった時に、このアナヒコはどうなるでしょうか。1番、アナヒコが乗った車も急に止まる。2番、アナヒコが乗っている車が動き続けて台車から落ちて大事故。3番、アナヒコが乗っている台車が反対向きに動き出して、そして台車から落ちて大事故。4番、アナヒコが高速スピン。ということで正解は
じゃーん、大事故。はい、とはいえこの台車とアナヒコが最初動いていた向きにアナヒコだけ動き続けましたよね。先ほどのこの台車の実験、そして今回のこの台車の実験から、止まっているものは止まり続けようとして、動いているものは動き続けようとしましたね。これを慣性の法則と言います。例えば電車に乗っている時に電車がこっち方向に急発進するとします。そうすると電車は動きますが、私はその場に留まり続けようとするので、シュッて言ってもシュッとこのように後ろに傾きそうになります。逆に電車が止まる時、急停車するとします。キキーンってなると、電車は止まるんですが動いていた私はそのまま動き続けようとするので、このように前にあっと倒れそうになります。これも慣性の法則です。身近に感じてみてください。ということで、慣性の法則はとっても身近なところで体感することができます。ぜひ電車に乗った時とか、あと車に乗った時とかね、皆さん、あ、慣性の法則だって、ぜひ名前だけでも覚えてください。この動画がためになったよ、楽しかったよという人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。